いいよ。はい。はい。いや俺じゃないって。あ、俺なの。そうだよ。なんて言うんですか。任せる。ちょっとスタートして。スタートしてる。あ、とりあえずスタートしてんの。うん、いいよ。いいよ。どうもショータイムゴルフです。今日は。今日はどこに。太平洋の実りコースで3人で回りました。はい。回りますでしょ。ま、回ります。これから回ります。そうなんですよ。これから回ります。もう一回やりましょう。いやいやいや、あ、そうだね。なんていうの、今日は今日は、太平洋の実りコースで回ります。寒いっすね。寒いね。寒い、めっちゃ寒い。ほんと寒い。体動かない。凍ってるしね。体動かない。うん、お蔵入り、お蔵入り。頑張りましょう。頑張りましょう。おっしゃっす。おっしゃっす。ブリストルヒル以来ですね。そうですね。久しぶりじゃん。ちょっともうちょいいい。6月ぶり。6月ぶりですね。もう久しぶりじゃない。6ヶ月ぶりですよ。ああ、さらに鍛え上げられた肉体で。見えないですけどね。今日は残念ながら。残念ながらクラブハウスで見せてもらいます。うん、左。大丈夫ですか。うん、ここら辺ですね。寒い。めっちゃ寒い。 Oh my god。 なんだろう。いや、体温まってきた。もう温まったんですか。絶対温まってないでしょ。遅刻してきたくせに温まったんですか。ティータイム5分前ぐらい。温まってきた。温まってきた。ティータイムの5分前コードですか。お願いします。いやー、あったまってきたわ。おおおおおお、さすが。うわ、やばくね。飛んでない。飛んでない。脱ぐね、脱ぐね。あ、いいね、これ太陽の光がいい感じに入ってきてるわ。それ洋服被らないようにしたりしてるんですか、動画で。いや、なんか前回あれ来たから。前回とめっちゃ被ってる。あ、そうなんですか。一緒。俺毎回一緒だからね。もうベスト。このジャケット見たことありますか。あんまゴルフしてないから同じのしか乗ってない。これいいよ、インスタ映えだわ。YouTube 映えだよこれ。はい、太陽がいい感じに。ちょっと右か。ちょっとね、この辺ワンマン撮って切りたいとこだけ切ればいいんですよね。そう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 。やっぱそっちの方が楽じゃないですか、編集的には。尺がないよりは。編集1動画どれぐらいかかるんですか。1動画ね、まあ、今回のは長いとして3から4。長い。4時間。長い。ああ、めっちゃ長い。さあ、お疲れ様ですよ。伊藤くんいないと本当静かでいいね。伊藤翔さんどれぐらい会ってないんだろう。2年ぐらい会ってないですね。はい、本当。全然会ってないです。なんか一回試合で会いましたよね。なんか日本で俺がちょっと出た試合にプロとして出てましたよね、伊藤翔さん。言ってたね。俺らアマチュアでしたよね。どうだったの結果は。伊藤翔、俺らはアマチュアのカットで通って、伊藤翔さんはプロのカットで通らなかった。プロのカットで通らなかった。かわいそうに。プロのカットとアマチュアのカットどんくらい違かったの。結構違いましたね。結構違うね。あ、そうなんだ。2、3打とかじゃなくて。でも、いや、全然もうちょい。いやマジで寒い。フェアウェイがもう白いっていう。初めて。霜が降って降って、ほっ、なんつうの、霜が霜が降りるっつうの、これ。大丈夫。霜が降りるっつうの、これ。推定まだ200、3、40あるでしょ。あるね。あるよ。うん、230ぐらいかな。スイッチ大丈夫なのかな、ね、200飛ぶ。200、まあ、飛ぶだろうな。じゃあやめとこう。それさ、うん、体重めっちゃ減ったの最近。うん、
この1年くらいでめっちゃ体重減ってたじゃん。ガリガリになったじゃん。昨日病院行ったんだよ。そしたらさ、病気かかってて。嘘でしょ。マジ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 。マジ。これね。ただみんな驚くかな。嘘だね。いや本当。とりあえずグリーン方向にまっすぐ打てればいいかなと。230ヤード2番。マジで見えない。ね、全然見えないよね。まっすぐは行ったかな。うん、まっすぐは行ってたと思う。グリーンはこの方向、真ん中ですね。ちょっと、あ、高広が左の林から。100何ヤード170。左足下がりのつま先下がり。泥がかかればいいかな。最悪グリーン右くらいですか。木はかからないです。何番で。8番。ちょっとフックかけすぎたかな。この目の前の左の木からちょいドローして、ちょい左。163、7番。木は全然気にならない。気になるね。すっげえ眩しい。球の行方は分かりません。どんな感じ打った感じ。そうね、行ってみましょう。これはどれぐらいですかね。50ヤードぐらい。何番ですか。56。50ヤードくらい打つつもりで。はい、5。お、良くないですか。あ、でも段のちょっと、ね、奥だよ ね、 きっとね。いいと思って行ったら遠いパターンだよね。そうですね。はい、58 60。あー、ここです。グリーン横のラフから。いや、止まんないこれ。絶対止まんない。まあ、ウォーミングアップなしですから。ダボはね、ショータも外からです。ピンショートサイド。いやー、てかパターでよくね、そこ。これが分かんない、計算できない。なるほど。スライス、スイクダリ。4パー。ちょっと下り。お、あ、マジで惜しい。めっちゃ速いやん。止まんないですね。で、チェルキ並みだよ、お前。なかなか決まんないでしょ、これ。俺だってあそこに立ってる時さ、高広の番かなって思ってさ、なんかさ、タラタラしてたらさ、絶対読んでるからさ、俺の番なのかって言ってさ、心置いちゃったよね、なんとなく。オッケーですね。オッケーオッケー。絶対変なよ。うわ、あ、ダボ。ウォームアップないんでしょうがないです。まあ、こっからのウォームアップしてないんで。ボギーパット。3、4フィート上りです。入るでしょ。自信かっすね。ダボ、今残る。ダボ、ダボ、ダボ。昨日あげた伊藤くんが嘘ついたし見ました、動画。めっちゃ面白い。あれ、おー
撮ってんのか見たあいつやばいな、めっちゃびっくりしたんだけど。そんな持ってんだ。あ、もうちょい行くよ、もうちょい前行くよ。グリップの効果の方法を教えてもらったんですか。一回も教えてもらったことございませんマジであれやばいね。編集してマジびっくりした。何こいつと思って。あ、そういえばどうだ。あ、そういえば翔太さん最近さ、クラブにさ興味持ったみたいでさ、あのグリップ交換のさ動画とか曲げてんじゃん。俺さグリップ交換教えてさ、やってみればって言ってあげたんだよ。堂々言った。堂々言った。何やねんあいつ。やってみればも言われたことないっす。クラブにも興味別に特にないっすよね。ないっすないっす。カートの上行けば最高ですね。また当てちゃダメだよ。当たりそう。おぶな。ぶねえ。シャンクみたいな球ですね。え、なに。おぶな。何が起きたんだ。まあ、オープンしてないんで。知らないっす。ドヒールじゃない。やばく。クラブ割れてない。割れてないっす。マジで。変な音した。ここら辺に当たりました。ベアリー空振りしそうだった。通ってるから滑りそう。ね。おお。ど真ん中。飛んでないの多分。200ヤードぐらいじゃん。ああ。え、飛んでません。まあ。全然大丈夫ですよね。全然いい。いや、翔太厳しいわ。ちょっとさん、林ライン狙いですか。狙いますね。飛ぶからカートの右ぐらい。カートの右を見る。カートの右からドロー。俺のとこ行っちゃう。滑る。滑るよね。どうしようかな。俺も滑ったんですよ。打った時に。あー、バンカー。ちょい右。この方向。バンカー超えるんじゃない。うん、バンカーですね。バンカーです。木に恵まれてるね。そうですね。間抜いていくんですか。間いきます。何ヤード168。6番でちょっと転がってパンチっぽく、このちょうど手間目の前の2本の木の間をちょっと低めに6番でいくそうです。池があるからね。左が池だからね。あ、うまいうまいうまい、めっちゃうまいじゃん。ギリ手前。何ヤードですか。134。はい、後ろバンカーなんで前からの角度で。お、あ、全然違うとこだった。全然違うとこだった。ちょっと左っすね。ヤード。142ヤード。何番っすか。ピン手前。いや、8番で行きたいんですけど、8番持ってないんで。7番で。取ってくればいいじゃないですか。3つ目で。はい。転がれ。おお、ちょっと手前。俺と同じとこっすね。何度っすか。56。うまいじゃん。うまいじゃん。オッケー。さあ、後ろグリーン手前からパターで上りのスライスラインですかね。上りスライス。ダブ打った後はパー取らないとね。とりあえずは。おお、うまい。おお。あ、これ結構きついかも。当たりづらいからこれ入る。3フィートぐらい。オッケー、くれてもいいんだよ。マジで。オッケー。
いや、はず。とりあえず取っときます。おお、ナイスパー。翔太さん、30フィートぐらいですかね。25フィートぐらい。上り。ナイス。OK で。なんとかなるべパワー5。パワー5。ちょっと左目全く見えんわ。あのね、木のライン大丈夫か。いや、まず右の木の左側狙い。ナイス。あ、ドライバーめっちゃいい。グリーン。やばい。フェアウェイちょっと右。翔太さんも同じとこ狙いですか。左行きたいの。もっと左ですか。フェアウェイ真ん中。さすがですね。飛ぶ人は違う。木の方向。見えづらい。ちょっとよくわかんないです。でもバンカーのあたり。でも入ってるこれ。入ってるよ。結構いいショットできたんで、しっかり狙っていくの。グリーン。そしたらフェアウェイ狙っていきたいと思います。フェアウェイですか。うん、2万円。大好きな。お得意の。右目のね、右の左が池なの。はい。池には行かせないで。260ですね。左には池があります。うん、大丈夫。227ヤード。OK でーす。何番？4番で刻む？右に？ OK。結構ドローしたぜ。やばい。いや、刻もうと思ったんですけど、ドローかかっちゃって。スプラッシュなかったんで。230ユーロ。ショート232ユーロ。グリーン狙い。まあ行くでしょうね。今日のファッションポイントは母校の帽子。右。この方面大丈夫。この方面。ちょっとこっち向いて。はい。かわいい。さ似合ってるね、母校の。母校っすね。母校パープルで靴まで。ここも母校ですよ、帽子。母校、ちょ、え、ジャケットも母校だったんですけど、脱いじゃん。触れなくて。じゃあまた。それレインウェア。レインウェアっす。ああ、いいね。配給されんの、それは。そうっすね。そうです。洋服は全て、アメリカの大学は洋服は全て配給されるそうです。ボールは、ボールも配給。ボールも配給。ゴルフに必要なもの全部配給する。全部騙すよ、ね、出ました。出ましたよ。お金かかんないですよ。さすがですね。日本はどうなんだろうね。日本の大学かかるって聞いた。買うのやっぱ。確かでもなんかそうだよね。部活とかでもさ、なんか部費でさ、そうっすよね、買ってさ、足りない分はちょっとさ、うん、出し合おうみたいな感じだもんね、うん、本当に伊藤翔吾うざいわ。どうした。話を変える。うざいな。いや、あいつすごいな。もしつき、いける？翔太、みんな行くんすか。みんなで乗り込もうよ。もしつきあるんすか。翔吾のさ、あ、なんか言ってましたね。翔吾の実家でもしつきあるからさ、乗り込む。乗り込みたいわ。みんなで。待って、俺さ、俺全然さ、レイアップしたんだった。そうだそうだ。俺レイアップしたんだったわ。高博、マジ優しいっす。クラブ忘れたら取ってきてくれました。申し訳ない、ありがとう。どうぞ。本当すまん。はい。みんな生きてるということも撮影までさせてもらって。全然大丈夫です。27ヤード。
いいね。はい。めっちゃ息上がった。めっちゃ息上がった。いけ？マジで？いけぽちゃ。やっちゃった。ボールあります？あるある。オッケーです。勝田さんのボールは。あったよ。ありました。取りましょうか。お、手突っ込んだら絶対冷たいですよね。うわ、水かかった。出てきた。はい、スタート。これは四打目？一二三、五打目か。あ、五打目か。五ヤード。115ヤード。15ヤード、56だね。はい。段の上にあるんで。どう攻めるか。お、あ、ちょっと短いかな。短いね。ショックから立ち直れてないですけど。これめっちゃむずいねんけど。土の上？凍ってんだけど。凍った地面の上。やばやば。あー、しょうがないね。しょうがないしょうがない。下凍ってる。色の3打目グリーン手前からです。レイアップのつもりは結構近くないですか。いいね。 5、6？ 5、6っす。はい、転がしでやばい。いや、いいんじゃない。いや、結構転がった。よし、結構早いよ。結構早い。あ、でも止まった。あ、いいね。え？すごい読むなと。あ、俺っすか。違います。横からも後ろからも。何かの表紙に入ってほしいっす。ボギー入るよ。え？逆側に来れた。どうしたんすか。ちょっと読んだ。あれだけ時間かけた。俺読んだでしょ、もう十分読んだでしょ、もう。さあ、高弘グリーン読むのに3分くらいかけました。入りますね。そのめちゃめちゃ読んだパット入るのか入らないのか。入ったー。3分読んだんで。実際には6分くらい読んでました。読んだだけあるわ。読んだだけあるね。ナイスバーディ。あー、俺はもうダボ2回打っちゃった。 OK、 ナイパ。この動画がいいと思ったら高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。